皆さん明けましておめでとうございます。今ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺うインタビューバラエティ水曜のニョッキー、2015年第1回目、今年もスタートです。皆さんこんにちは、梅ちゃんこと梅澤明です。今回のゲストは映画サムライフから、三浦貴大さん、松岡茉優さんです。俺と友達になりましょう。おい、なんで辞めるんだよ。約束したんだろ、立派な教師になるって。その場所はここじゃないんですよ。何？僕がやったのは長岡という役なんですけど、元高校教師で、自分の学校を作りたいっていう目標をずっと持ってた方、実在の方なんですけど、全財産725円からお仲間たちと一緒に学校を作っていく。私はそれを支えた由美さん、こちらも実在されてるんですけども、の役で、すごく肝っ玉でありながらお姉さんだったり、時には甘えてみたり、なんかすごく女性として魅力的な女性を目指して頑張りました。現場にこの長岡っていう役の長岡先生、実在の方が、原作の方が、結構な頻度で現場に遊びに、ほとんど毎日じゃないけど来てくれましたね。半分以上は来てくれましたね。あ、そうなんですね。そうです。お菓子持ってきてくれました。そうそうそう。自分の仕事も忙しいでしょうね。関わらず来ていただいて、こう自分が演じるその人物がいつもこういらそばにいらっしゃるっていうのはちょっとこうね、緊張しますよね。プレッシャーですよね。でも本当にいろんな話を聞きながら、実際はどうだったんですかみたいな話もしながらできたので、そこは本当に良かったですね。はい、今もずっと仲良くさせてもらってるんで、先生とは。はい、それで飯食いに行ったりもする仲なので、あえて言いますけど、アホなんです。悪口じゃないよね。悪口じゃない、もうアホなんです。はい、もうすごいいいアホなんです。もうやるって決めたらやっちゃうんです。全部やっちゃうんです。何もかも全部最後見えてないね。もうすぐ何にも考えてない、多分最初、もう俺がやるって言ったからやるんだよみたいな。オーラできただろうみたいな。できちゃうんだよね。できちゃうんですね。はい、なんかもう多分ご本人にお会いしたら、誰しもが手伝ってって言われたら、手伝わざるを得ないようなものすごい引力を持ってる人だと思います。お二人にとって印象に残っている先生とか恩師の方はいらっしゃいますか？恩師はいますね。高校の時の僕は体育の先生が、はい、もう本当に恩師で、はい、恩師というか、はい、本当に長岡先生とこのメンバーみたいな、はい、なんですかね、先生なんですけど友達みたいな接し方をしてたんですけど、はい、すごくいろんなことを教えてくれたし、僕はライフセービングっていうのを、大学時代にやってたんですけど、それを教えてくれた人っていうのもあるし、そのライフセービングっていうのが自分の中で結構人生の中で大きなものなので、それを教えてくれた恩師でもあるし、どうかさんはいかがですか？私は高校3年生の時の担任の先生がすごい年齢が近かったんですよ。はい、新卒で担任になった先生だったので、はい、25とか6とか、だからみんなとも友達みたいな感覚で話してる先生に1回だけ怒られたことがあって、はい、私がよくノートとか忘れた時に、例えばなんか友達に貸しててとか、いや、もえなかったんです的なこと言って、明日まで飲ませてくださいっていろんな先生に言ってるのがついにバレて、はい、あ、やばいと思った時に、先生に嘘をついてたらずっと逃げてるわけだから、松岡のためになんないよそれはって、はい、今まで友達みたいに接してたのに真剣な顔で怒られて、はい、なんかやっぱりその先生と生徒の関係性にその時いきなり戻ったんですよ。なんかその感じがすごく今思い返してて、中岡先生と彼らの印象と被りましたね。なんかみんなも仲間みたいに、友達みたいに、家族みたいにしてるけど、やっぱ先生と生徒の瞬間はあって、なんかその感じが今ふと思い出しました。
印象に残った先生は何ですかね。千斗くんみたいな人なんですけど、今一瞬でこう、イメージが変わっちゃいましたね。千斗くんを膨張させたような感じ。悪口だよ。中岡先生は30歳までに自分の学校を作るという目標を叶えられていたんですけれども、三浦さん、まずこう大学卒業後に学者の道を選ばれたということなんですけれども、大学学生時代から夢はありましたか？ないですね。夢は持ったことはないですね。一度も海の帝王になるとかはライフセーバーだと。海の帝王、海の帝王、誰が溺れても助けに行ける男。あ、それはね、夢じゃないね、目標。夢ってあった？私幼稚園の時は妖精になりたかった。妖精、幼稚園の卒園のなんかアルバムみたいなのあるでしょ、あれに妖精って声高らかに書いてあったよ。女優に会えるという夢は、多分漠然とは、やっぱ小学校2年から一応この業界にもいるので本当に一応なんですけど、だから夢としてはあったんでしょうけど、やっぱりそれも目標だったので、夢か宇宙飛行士になりたいとか、今もう一体私がいたら、もしいたとしたら、なんかやっぱり夢が目標に変わっちゃうのがこの仕事のいいところなのかなと思うので、あんま夢っていうよりは目標ですね。なんかこの映画特になんか見てると、夢っていうよりは目標だったりとか通過点に過ぎないものだったりとか、だって高校教師辞めて725円から学校を作るなんて夢みたいな話って思うけど、実際できちゃったわけですから、なんか夢みたいなストーリーっていうよりは本当につなげることの、継続することの強さだったりとか、人と人とのパワーだったりとか、そういうものの方が強い印象でしたね。今回の水曜のニョッキが2015年新年一発目の、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ちょっと 今の時間になっちゃいました。明けましておめでとうございます。今年のぜひ抱負を教えていただきたいなと思います。抱負、抱負って難しいですね。新年の抱負です。そうですね。いつも新年の抱負とか考えないんですよね。考えなさそう。考えないんだよね。今年も頑張って生きようみたいなことしか考えない。2015年も頑張って生きる。頑張って生きていたいなという。暗いですね、なんかね。暗いですけど。私はやっぱり去年は1回だけ制服着ましたけど、そのあと 4,5 年しか制服が着れないっていう、もう無理ですね。私はもう今危機感駆られているから。そうだね、あと 4,5 年のうちに制服を着倒したいので、今年もなんとかどっかしらで制服をずっと着るお仕事をしたいかな、かですね。次どんな制服着たいですか？セーラー服が着たいです。結構ここのとこブレザーが多かったので、セーラー服を着たいですね。2015年はセーラー服を着るという着たいです。はい、2015年とお二人の活躍をぜひ見ていきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。